ライブスタックめちゃ早いですね。しかも、解像度が素敵すぎます。スピード電子感棒です。F2.8 でしたっけ？やばいですね。私もそれが一番驚いた。数秒でアンドロメダの輪郭が浮かぶのは半端ないですね。おお、すごい。暗黒体がしっかり見える。チャチャさん、おお綺麗。スミヤチャンネルさん、アンドロメダ銀河の番銀河が2つ見えています。M33 が入りました。今日のメインディッシュです。かよぴさん、こんばんは。一角十座の星雲たち巻き戻してみました。ありがとうございます。カロン辺境博さん、すでに、もやっと見えていましたが、肉眼で見えるとは未だに信じられない天体です。かよぴさん、そして M33、カロン辺境博さん、かよぴさん、こんばんは。美味しい時に来ましたね。スミヤチャンネルさん、色の濃さを半分にしてみました。カロン辺境博さん、こうしてみると、2本の腕が濃く見えますね。スミヤチャンネルさん、いい感じですね。大きさもちょうど良い感じです。尾道市情報探索人さん、M33 渦巻き模様が見えます。カロン辺境博さん、NGC604 参考星雲も見えてきましたね。スミヤチャンネルさん、アノテーションを表示しました。カロン辺境博さん、たくさん登録されているんですね、星。スミヤチャンネルさん、少しズームしてみます。100% 表示にします。カロン辺境博さん、NGC595 も明るいですが、これも参考星雲なのでしょうか。エッチ、いい領域となっていますね。スミヤチャンネルさん、そうですね。色の濃さを4分の1にしました。文字が見やすくなると思います。カロン辺境博さん、肉眼で見た感じに近いですね。かよぴさん、見やすくなりました。スミヤチャンネルさん、日本語には対応していませんがご容赦ください。カロン辺境博さん、霧のような小さな粒が恒星なんでしょうかね、星。スミヤチャンネルさん、だと思います。アノテーションを消してみます。カロン辺境博さん、約250万、光年先なので、全く見えない星が多いことを踏まえると、凄まじい星の数ですね、星。スミヤチャンネルさん、宇宙は光に溢れていますね。ロイ、フォッカーさん、こんばんは、風は大丈夫ですか？こちらは強風です。スミヤチャンネルさん、ロイ、フォッカーさんこんばんは。ほとんど無風ですね。スミヤチャンネルさん、色の濃さを 1.0 にしました。ロイ、フォッカーさん、お邪魔させていただきます。いろいろ勉強させていただきます。スミヤチャンネルさん、ようこそお越しくださいました。ご一緒に星空ライブを楽しみましょう。カロン辺境博さん、右上に薄く伸びているんですね。スミヤチャンネルさん、そのようですね。腕が何重にも伸びているようですね。かよぴさん、腕も渦もほんと綺麗。ロイ、フォッカーさん、何秒いでスタックしてますか？スミヤチャンネルさん、露出時間は4秒です。スタック枚数は400枚弱です。総露出時間は26分です。ロイ、フォッカーさん、ありがとうございます。ロイ、フォッカーさん、250万、としか。スミヤチャンネルさん、次は棒での銀座に移動します。かよぴさん、銀座から銀座へワープ。ロイ、フォッカーさん、カロンさん、最近は観測どうですか？スミヤチャンネルさん、棒での銀座が入りました。葉巻銀座も入りました。アノテーションを表示しました。かよぴさん、ありがとうございます。アノテーション、面白いです英語だけど。スミヤチャンネルさん、色の濃さを半分にしました。ムグさん、棒での銀座、葉巻銀座。私は初めまして銀座かもしれないわ。スミヤチャンネルさん、棒での銀座は、金星の取れた形をしていますね。マニさん、バラと聞いてやってきました。かよぴさん、葉巻が細長いから余計に。ロイ、フォッカーさん、人間で中年くらいの年齢なのでしょうか？ムグさん、大熊座の上にあるんですね。棒での銀座、葉巻銀座。かよぴさん、棒での銀座、M81、もう渦が綺麗。スミヤチャンネルさん、アノテーションを消します。ムグさん、棒での銀座、初心者でもイメージしやすい形の銀座。
かよぴさん、むぐさん、ほんとわかりやすい形ですよね。すみやチャンネルさん、見本のような銀座ですね。むぐさん、はい、主様かよぴさんの書いてらっしゃるみたいに渦巻き綺麗だなーって。すみやチャンネルさん、これは棒での銀座です。左上は葉巻銀座です。むぐさん、新しい望遠鏡大活躍ねー。すみやチャンネルさん、明るいので天体導入も撮影も楽になりました。プレートソルビングの成功率も上がりました。ロイ、ホッカーさん、決まると便利ですよねー。すみやチャンネルさん、プレートソルビングの露出時間は数秒で大丈夫になります。ロイ、ホッカーさん、お高い筒でしょうね。すみやチャンネルさん、そうですね。イエローカードが出ましたので移動します。バラ星雲が入りました。ロイ、ホッカーさん、マニさんこれから浮き上がると思います。ムグさん、マニさん、よかったですね。カヨピさん、見事なバラの花びら。マニさん、本当にバラに見えますね。赤いバラだ、ありがとうございます。ムグさん、主様、グリーンカードは良い感じのサインなんですか？スミヤチャンネルさん、グリーンカードは成功の証です。ムグさん、やった。スミヤチャンネルさん、プレートソルビングの成功の時に表示されます。レッドカードは失敗の時に表示されます。ムグさん、信号みたいですねー。富永富夫さん、綺麗なバラですね。ロイ、ホッカーさん、綺麗ですねー。マニさん、真ん中にブラックホールがありそう。スミヤチャンネルさん、中心にハープ星団があります。ムグさん、宇宙は暗黒の闇なのに鮮やかな色です。ムグさん、不思議です。スミヤチャンネルさん、アノテーションを表示しました。富永富夫さん、本当にバラの花ですね。スミヤチャンネルさん、文字を見やすくするために色の濃さを落とします。ロイ、ホッカーさん、カロンさんの解説も欲しかったです。ムグさん、バラの花を一角中ユニコーンが加えて、宇宙をかける。スミヤチャンネルさん、アノテーションを消します。カヨピさん。マニさん、僕がバラの花を加えたら周りの人が逃げます、泣き。スミヤチャンネルさん、馬頭星雲に移動します。スミヤチャンネルさん、馬頭星雲が入りました。マニさん、本当に馬の頭に見えますね。ムグさん、馬の形が、早いわ。ロイ、ホッカーさん、黒さが良い。スミヤチャンネルさん、2分でここまで来ました。アノテーションを表示しました。ロイ、ホッカーさん、M42 もお願いします。スミヤチャンネルさん、了解しました。スミヤチャンネルさん、M42 です。ロイ、ホッカーさん、立体感が良いですね。マニさん、てるてる坊主みたい。スミヤチャンネルさん、てるてる星雲です。スミヤチャンネルさん、ランニングマン星雲が入りました。カヨピさん、ランニングマンが浮かび上がってきた。マニさん、本当だ走ってる人がいる。ムグさん、石炭射精団も上にカート。スミヤチャンネルさん、ランニングマン星雲がくっきりしてきました。スミヤチャンネルさん、37星団が、ショッピングカート星団と呼ばれています。ロイ、ホッカーさん、一眼レフで撮ると、最近ではスターリンクがかなりの確率で通りますが、スタッキングでは消えるのですか？スミヤチャンネルさん、スタックした画像を平均化するので次第に薄くなります。ムグさん、37星団。戦略がいたんですね、カート。スミヤチャンネルさん、私も今日初めて知りました。ムグさん、37星団。オリオンがコンボを持ってる手首のあたり近代っぽい名前の星団ですね、カート。カヨピさん、巻き戻してみた37星団。37。って最初思いましたが、もう37にしか見えない。スミヤチャンネルさん、37星団は形もいいですが、色もいいですね。ムグさん、大巻き戻しの旅へ。カヨピさん、37オレンジとか青白いのとか、賑やかでした。スミヤチャンネルさん、楽しい星団ですね。ムグさん、20時38分頃ですか？
ほんと、3と7だわ。かよぴさん、ですよね。すみやチャンネルさん、蜂の巣に移動します。むぐさん、カニ。すみやチャンネルさん、プレセペ星団が入りました。ライブスタックしています。意外とカラフルですね。貝場桶とも呼ばれています。かよぴさん、蜂の巣ってなんだろと思ったらプレセペ星団でしたか、カニ。マニさん、カニのブクブクですね。すみやチャンネルさん、泡が星になりました。かよぴさん、ブクブクは綺麗な星の集まりだった。マニさん、このカメラでアンドロメダ星雲見たらすごそうですよね。すみやチャンネルさん、先ほど見ましたが、もう一度見てみましょう。むぐさん、主様、星の色も星雲みたいにライブスタックの枚数重ねるごとに色の輝きが鮮明になるんですか？すみやチャンネルさん、多分そうだと思います。アンドロメダ銀河が入りました。マニさん、ありがとうございます。すごい、これが地球へ向かって飛んできてるんですよね。すみやチャンネルさん、そうですね。アノテーションを表示しました。セラさん、先生、皆様こんばんは。先生、新望遠鏡購入おめでとうございます。ライブスタックめちゃ早いですね。しかも、解像度が素敵すぎます。すみやチャンネルさん、スピード電子感棒です。セラさん、F2.8 でしたっけ？やばいですね。ムグさん、チさん、私もそれが一番驚いた。セラさん、数秒でアンドロメダ、の輪郭が浮かぶのは半端ないですね。ロイ、フォッカーさん、ってことは赤い筒ですか？スミヤチャンネルさん、そうです。セラさん、先生、アンドロメダはクブプよりウブ、いや、クットの方が鮮明になりますね。ムグさん、ロイさんもにお詳しいのね。スミヤチャンネルさん、このフィルターは健康のアストロ LPR タイプ1です。セラさん、ウィンターセールのやつですね。ネヤゲンさん、クブプはどうでしょうか？スミヤチャンネルさん、10年以上前に買ったものです。セラさん、おお、クブプいいかもですねー。スミヤチャンネルさん、電子感棒で、10年間の眠りから覚めたフィルターです。銀河は今のところこのフィルターが、セラさん、ルプはこの前のシュミットさんのセールで双眼飯用に2枚購入しました。ダブル結構、宇宙が真っ青になって驚きました。スミヤチャンネルさん、一番良いようです。最大限明るくしてみました。ロイ、フォッカーさん、健康のルアプは結構暗かった気がしましたが、さすがですね。セラさん、そうなんですねー。おお、すごい、暗黒体がしっかり見える。スミヤチャンネルさん、銀河に特化したフィルターが欲しいところですね。下が欠けてきたのでリセットします。かよぴさん、M32、アンドロメダの前ではもう一つの星ですね。マニさん、セラさんは双眼鏡は何使ってるんですか？かよぴさん、今夜もスミヤさんの恩恵に預かりました。ありがとうございました。皆さんまたです。セラさん、マニさん、ビクセンのブト81、サト火災のスペアビノ、100、ルド2です。チャチャさん、おおきれい。セラさん、イダスの群舞ネビュラフィルターがいいと、スタクマさんに聞いたことありますね。スミヤチャンネルさん、飛行機がアンドロメダ銀河を突っ切りました。ムグさん、チャチャさん、アンドロメダ銀河、大きいわね。セラさん、飛行機もダイナミックですね。ネヤゲンさん、改めて、こんばんは。視野回転対策にはアズ口の赤道儀かでしょうか。マニさん、セラさんすごい双眼鏡ですね。公園にある100円入れてみる双眼鏡みたい。僕は火災トレーディングのワイドビノの2倍のやつです。恥ずかしい。スミヤチャンネルさん、アンドロメダ銀河の番銀河が2つ見えています。もう一度リセットします。ムグさん、の線が消えましたか？ロイ、フォッカーさん、スカイウォッチャーの新しいやつ2本も価格出た様ですね。スミヤチャンネルさん、リセットで消えました。ムグさん、さて、馬車が迎えに来るので私も落ちます。今夜は星団星雲たくさん拝見できました。楽しかったです。主様、ロイフォッカーさん、マニさん、チさん、ネヤゲンさんさん、チャチャさん、皆様、
ありがとうございました。おやすみなさい。ムグさん、あ、主様、コグマ座流星群、極大ビワライブやりますか？スミヤチャンネルさん、もちろん予定しています。ムグさん、了解です。予定調整してみます。おやすみなさい。寝顔。スミヤチャンネルさん、良い下級の夢を。チャチャさん、23日から未明ですよね。スミヤチャンネルさん、22日の深夜から未明ですね。夜も更けてきました。星空ライブはそろそろ終わりにしたいと思います。長時間にわたってご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。チャチャさん、お疲れ様でした。おやすみなさい。アンドロメダ銀河は目視できるのですね。考える次回質問します。スミヤチャンネルさん、了解しました。